トゥー春夏じゃねー。なんと忍者シリーズ今回で最後になります。最後の動画は忍者 vs 春菜で手裏剣対決になります。それではレッツゲットスターティッド。さあそれではですね、春菜さん手裏剣は何かのないですね。あ、ではですね、こちら十字手裏剣になりますが、はい、こちらを持っていただきまして、三発勝負です。三発勝負、的がありますので点数が高かった方が勝ちで、どちらも的に入らなかったら的に近かった方が勝ちとなります。はい、プロの忍者として絶対に負けられない戦いがここにあります。真剣勝負です。絶対に勝ちます。まずご指導をさせていただきます。手裏剣なんですが、このように人差し指と親指で挟んで持ちます。よくですね、ありがちなんですけども、このように持ってしまう方がいるんですが、この状態で投げてしまうとどうなるかと言いますと、ああいう感じになっちゃう、地面に刺さっちゃうんですね。はい、なのでこうではなくてこうなんです。そうです、そうです。そして、右利きの人は左足が前です。はい、春菜さんは5メートルの距離から打っていただきます。私は7メートルの距離から打ちます。アドバンテージもちろんつけてます。そしてですね、これが一番大事なんです。手首のスナップ、このスナップをうまく効かせないと手裏剣まっすぐ飛ばないので、手首のスナップを効かせて的にめがけてまっすぐ打ってきてください。ちょっとね、練習してみましょう。手首のスナップを、はい。
からね。これはいけないでしょう。まだまだ修行不足です。もっともっと手裏剣の技術を上げるよう日々訓練します。ということで今回は、YouTuber の春菜さんの勝利でした。お見事。どうもありがとうございました。手裏剣っていうのは重たくて投げるのがすごく難しかったです。私の動画のパート2とパート3で出ていただいているアシュラ忍者さんのホームページと YouTube の URL を概要欄に貼っています。忍者に興味のあることはぜひホームページに訪れてみてくださいね。また YouTube チャンネルもありますので、もちろんサブスクライブしてくださいね。たくさん動画も上げていますよ。最後まで見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram フォローお願いします。サブスクライブ、いいねお願いします。それでは See you on the next video。